ペルリ提督、日本遠征記。第一編、日本遠征艦隊の巻。1、遠征艦隊派遣の目的。すべての点において、日本帝国が心ある世界の人士から特別の興味を持って注目されしは久しい以前よりのことで、ことにこの著名な国が不思議にも最近2世紀間鎖国政策をとり、外国との交通を断ちて自ら進んで国を閉ざそうとするに至りて、欧米人の興味は一段と高まり、好奇心はほとんどその絶頂に達し、したがって各方面の熱心家は我こそはこの絶頂の方向を開いて、今日までこの自給的孤立国について知られているわずかな知識にさらに新たなるものを加えようと焦り出した。政治家は国家の組織、制度、法律などを、地理学者は風土、気候、三尖原野の状態などを、また博物学者は動植物などを、航海者は岩石、暗礁、風位、潮流、交番などを、商人は産物、工業、その他貿易売買の状況、需要品の模様など、すべて商業上の事項を調査せんとし、宗教家は異端邪教の国民にキリスト教の福音を伝えて、彼らをキリスト教国の仲間に引き入れようとする。その他、人類学者にあれ文学者にあれ、その人々によって目標こそ異なれ、この広大にして有望なる未知の国土は開発せんとの大目的、大希望においてはことごとく一致していたのである。これより先、日本開発の企てはすでに幾度か試みられ、ポルトガル、スペイン、オランダ、イギリス、フランス、ロシアなどの諸国は奇想天日本と商業上の関係を開かんと努めた。なかんずく、保世二国は巧みに成功して、両領相並んでその位置を保っていたが、やがてポルトガル人は放逐せられ、ついでイギリス人もまた自ら日本を見捨てて去ったので、キリスト教国民としては、ただオランダ人のみが、シナ人と共に長崎の出島で通商貿易を許されていた。しかしオランダ人は、この特権のためには、貿易上の利益くらいでは到底償うことのできない国民的屈辱にも甘んじ、人心の観測をも忍び、出島より外には一歩も踏み出すことができなかった。極めて最近まで、日本に関した知識はもちろんそこには制限はあるが、全くオランダ人の賜物で、ケンツェル、サンベルグ、チッシン、ドーフ、フィッシャー、メーラン、シーボルトなどいう出島のオランダ商館に縁故のある人たちが、わずか一年一度の江戸三上の途上で監視の目を盗んで書いた記録に過ぎず、したがって極めて不十分なものであった。右のようなありさまで、世界の文明国は日本については全く何事も分かっていなかったとは言うことができないが、知れておる点より知れておらぬ点がはるかに多いのは事実で、いわば日本が今日までこうしてどこの国からも手をつけられずにいたのは、世界の新進国たる我々アメリカ人が来て、機械なる日本国民が自ら求めて閉じこもらんとする鎖国の障壁を破壊して、和親通商の条約を結び、日本を世界の商業国民の間に紹介する先達となるために保存されていたので、
合衆国はまたその適任者として恥ずかしくないのである。我々のアメリカ大陸がコロンブスに発見されたのは偶然のことで、コロンブスの元来の祖師は1295年にアジアの長い滞在からイタリーに帰国したマルコ・ポローによりて、初めてジパングの名で欧州人に紹介された日本に至るにあったので、彼が初めて今の南米キューバ島に上陸した時は、一途に待ち焦がれた日本に着いたとばかり思ったのである。こんなわけで、運命とでも言おうか、コロンブスは自身日本を見出してキリスト教国に紹介することができなかった。されば彼の行く手を遮り、彼によりて発見された新大陸に屈起した信仰の米国民たる者は、自ら進んで日本と欧米諸国との自由交通を開く鍵となり、日本をヨーロッパ文明の勢力内に引き入れ持って、新大陸の父たるコロンブスの宿坊を果たす義務があるのである。しかのみならず、1846年に米国はメキシコとカンガを交えて、その結果カリフォルニア州が米国に属することとなった。その以前、米国の商船がシナ、インド地方に行くには喜望峰を迂回して3、4ヶ月の引かずを費やしたが、今カリフォルニア州から太平洋を越えてかの方面に赴くことにすれば、航海の日数が非常に厳粛するわけである。しかのみならず、当時ちょうど蒸気船が世に現れてきたので、これに乗って太平洋を越えシナ、インド地方へ行くこととせば、航海の日数が以前に比してほとんど1/4、すなわち1ヶ月前後も減じ、アメリカの商売のためには非常な便利を得ることになる。しかしながら、蒸気船の航海にはぜひとも途中において石炭を積み込まねばならぬ。しかるに日本はアメリカとシナ、インドとのちょうど真ん中にある国であるから、米国の商船が日本において石炭を搭載することを売れば、米国の商売のため非常な利益となるし、かつ日本は鎖国主義を取るというものの、オランダ人には通商を許しておるのであるから、他の外国にのみこれを断るという理由はない。ぜひとも日本と和親通商条約を結ぶ必要があるという考えが、上下の別なく米国人一般の頭に浮かんで、たちまち一問題となったのである。